どうもぬぬです。今回も戦国無双法2中説の章、最後ですね、関ヶ原の戦いに進んでいきます。九州を制圧した秀吉は奥州の伊達家を傘下に収め、関東の北条家も降伏させた。秀吉による天下統一はここに相なった。だが秀吉を支えた秀長が死ぬと豊臣家に影が差す。その影はやがて天下を覆う闇となった。秀吉死後、徳川家康と豊臣の臣石田三成が対立。慶長5年、ついに東軍の家康と西軍の三成が関ヶ原の地で激突することとなった。高虎は新たに主と仰いだ家康を勝たせるべく、事前に策謀を張り巡らす。たとえ敵に友がいようとも、主のために忠を尽くす。それが藤堂高虎の生き方だった。中説の章、関ヶ原の戦い。脇坂、小川、朽木、赤座と寝返りの約定を取り付けた。小早川秀明もこちらに着く予定だ。そいつらの近くには義継が布陣しているはず。かつての友を追い詰めることになるさ。義継の力は俺が一番知っている。奴は俺が嘆き手を抜くことを望んでいない。貴様の友もそうではないか。貴様は本当にそこまで割り切れているのか。戦場において地上は捨てるべきだ。死にたくなければな。言われるまでもない。俺は勝って生き抜く。泥をすすってでも徳川についてでも豊臣を守り抜く。どこまでも意固地な男だ。貴様の生き方には一生共感できそうもない。そのセリフそのまま返そう。家康様、戦の前に一つお聞きしたいことが。俺が裏切るとは思いませんでしたか。俺は義継とは親しい。そして主を次々と変えてきた男です。くだらぬことを。お主の思いわしに届いておらぬと思うたのか。お主ほど太平の世を願っておる者はおるまい。主を変えたのも友と別れたのもそのため。己が味わった悲しみをもう誰にも味合わせたくないのであろう。家康様。高虎、改めてお主に命ず。この決戦、直政と共に先手を務めよ。はっ。はい、というわけです。キャラクター選択ですね。まずよろずやの方に行きます。今回も黄色の本が売ってないですね。で、武器も強化していきましょう。よし、限界突破しました。ただこれ以上強化できないので、しょうがないですね。ありがとうございました。今回はですね、直政を連れて行きたいと思います。最善を尽くす、それだけだ。そうですね、
終節の章もいよいよ最後を迎えまして、天下分け目の関ヶ原ですね。うん、数の上では不利だが、この決戦に引けぬ三つの領地太平の名を使うのだ。方針設定でここに向かってもらいます。あえて守りの堅い砦を狙うのか。そうすぐにしては無謀の攻めだ。引き堅い刺激せよ。進軍してくる敵に当たれ。役場通り王子の西軍方も止めておる。それ以上のことは今はできるな。なるほど、意地になるのは。まあいい、迎撃任務には俺たちが当たる。傷の手当てをした。また暴れますよ。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。敵武将がみんな南に行きましたね。よし、すぐ追いかけないと。任された。南の進攻は陽動。敵の本命は北だ。本陣北に兵を回せ。さすがに高虎。不自然の流れを見抜いた。一気に畳みかけさせてもらうぞ。吉川殿、
動かれよ。よし、じゃあ方針を南に向けて。俺にあいつの考えが分かるなら、あいつも小早川の寝返りも読まれて当然。完全に俺の失策だ。キムチの味方を救わねば。責務を果たす。本陣に敵襲。殿をお守りせよ。このままでは本陣が危ない。加勢してくれ。三成を狙われれば出ざるを得んか。敵将討ち取った。重要な局面だ。引く流れではない。務めを果たした。さらに励め。三成は撃たせる。命に変えても止めてみせよう。開門。そうですね、任せておけ。やはりお前は恐ろしいよ。だから俺がこの手で撃たねばならぬ。大谷を自分ナオトラの手、ナオトラじゃない、タカトラの手で取らないといけないんですね。
50。この戦は西軍の負け。でも島津勝たなきゃならない。東軍本陣を脅かした後に撤退する。島津の恐ろしさ家康に刻みつけてやれ。手柄を上げる。上を狙う。あかどな、だいぶ板についてきましたね。本家武田の山形さんを超えたかな。いや、まだ足りない。この赤を見て震えるぐらいでないか。そんな軽口を叩かれるようではまだ甘い。殿、どうか生き延びてくださいよ。左近を倒しました。いよいよ三成ですね。わかった。お前も必ず引くのだぞ。豊臣の世にお前は欠かせぬ。来い、高虎。太平を思うお前の覚悟。任せておけ。見せてみろ。勝利条件変更。三成が撤退して義継が総大将になりましたね。最後に戦わねばならぬとは。これも流れだというのか。よし、最善を尽くしたまでも。すぐはいないと思ったら真ん中にいました。
すぐ長政様とお市様に伝えてくれ。俺は必ず太平を成すと。はい、勝利しました。主が、友が死んでいく。俺は何度それを見送れば、何度。だが、それが俺の藤堂高虎の生き方だ。見ていろ、これから太平の世が来る。必ず。浅井長政が模擬演武と無限城で選択可能になりました。中節の章でキャラクターが自由に選択可能になりました。今回はですね、中節の章をクリアしまして、百花繚乱の章が選択可能になりました。次回はですね、こちらの百花繚乱の章に進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。